ただいまより地下ハイツ、の内覧動画、10階の内覧動画を撮影しております。まずこちら玄関です。こちらには鏡がついておりますので見た瞬間のチェックができます。はい。で、続いてまっすぐ行きますと、こちらが LDK 約 14.4 畳の間取りになります。縦長の長方形の間取りになっております。こういった形ですね。はい。で、こちらがキッチンの方、ちょっと L 字っぽくなっている間取りでしょうか。LDK ですね。で、こちらが、キッチンになります。キッチンは自分の、こちらは、すべて新しくなっているリノベーション物件なのですべてきれいです。はい。で、食洗機もついております。浄水器付きの水道でございます。とてもきれいでございます。はい。続いて、こちら、洗面室の方に行きます。洗面室が玄関入ってすぐ右側のところでございます。で、まずこちらが三面鏡の洗面化粧台です。はい。大きさは普通です。で、こちらが収納スペースと、こちらは洗濯機置き場で、こちらが、浴室でございますね。はい。浴室ユニットバスは1317の大きさスペースでございます。はい。続いて、トイレですね。トイレがこちらでございます。はい。当然新しいので綺麗でございます。続いて、洋室の方に行きます。洋室がこちらが、5.5 畳、約 5.5 畳のお部屋です。窓がついてます。で、こちらが収納スペースです。収納スペースは意外と奥行きがあって左右にかけられるので、洋服がたくさんかけられそうですね。はい。続いてこちらにも収納スペースがあります。はい。棚になっております。で、最後ではないですけども、LD の K の隣の洋室約6畳のお部屋でございます。はい。で、こちらにも収納スペースがついております。こちらも奥行きが、ありまして、収納スペース、荷物が多く入りそうです。最後にバルコニーです。バルコニーは LDK と洋室から抜けられます。眺望は10階なのでとても良好でございます。ちょっと近くにマンションで今工事をやっておりますが、落ち着けば、とても眺望はいいんじゃないかなと思います。はい。こちらは、イノベーション物件というのと、あと10階のため日当たり眺望がいいということが、まあ、メリットじゃないかなと思います。あとは下総中山駅より徒歩5分というのもいいと思います。日記コネトプラザまで540m と買い物なども便利です。以上です。内覧動画撮影終了したいと思います。ありがとうございました。